ハンドルネームゼルコバさんからいただきました。、はい、男性の方です。はい、ありがとうございます。はなちゃんが、うん、主人に甘える子猫のように認識されます。お前そんなこと言われたことないわ。ゼルコバナイス。なんなのそれ。え、主人に甘える子猫のように。子猫主人、はい、俺をじゃあご主人様だと思って。あー仕事疲れた。ガチャ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 。はなちゃんただいま。いやー、あーはなちゃん、よし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 、ただいま。おかえりにゃ。待ってたにゃ。待ってた。お腹すいた。お腹すいたにゃ。じゃあご飯にしよう。なんかすかってにゃ。あ、わかったわかった。うわデュララジオ、略してデュララジかける2。こんな感じだったね。そうだ、ちょっとニコ生挟んじゃったから。そうなんだよね。はい、皆さんこんにちは。リュウガミでミカでハンドルネームはトシ君、豊永俊之です。皆さんこんにちは。その原アンリアツ、ハンドルネームは花ちゃん、花澤香菜です。デュラララジオ、略してデュララジかける2。この番組はデュラララララブというデュラララファン、略してデュラファンの皆さんのためにお届けする番組です。現在放送中のデュラララかける2.10の情報もたくさんお届けしていきたいと思いますので、お楽しみに。はい、花ちゃん7月だよ。花ちゃん、花ちゃん、水浴びしようか、水浴びしようか。7月だにゃ。